皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、山形県で初開催となった株ミーティングに行こうと思ってるんですけど、ちょっとごく一部ですけど、県内のフォトブロガーが集まってみんなで一緒に行くことになりました。後ほど今回のツーリングメンバー紹介しますね。坂田から合算新道を走ってきて、集合場所はここ西川町にやってきました。それではここ西川町の道の駅西川から株ミーティング開催場所の朝日自然館へ向かって走っていきます。今回の動画はちょっといつもより長い動画となりましたけど、最後までご視聴よろしくお願いします。来たの？湯沢から？あ、マジで。いいね、いいね、いいね。知るかと思ったけど。か、うん、ね。だって120〜130キロあるでしょ。ね。そこカブで何やってんじゃん。大きい、大きな魚はね。やってんじゃんカブでいろいろ。これただ無料でもらえるの？あ、そうです。あ、そうなの。YouTube とか撮っていい？あ、大丈夫です。あ、大丈夫。じゃあ1枚もらえますね。はい、1人1枚になります。いや、ステッカー。はい、ありがとうございます。あ、いいじゃないですか。はい。いいね、なんかいいね。あ、もらってない。あそこでなんか写真撮ると。あ、そう？もらえます。あ、そう？おはようございます。ご苦労様です。あ、これ並べてる。並んでる。あ、わかりました、わかりました。あの YouTube とか撮って大丈夫？ YouTube 撮っていいかって言いかけない。いいですか ？YouTube とか撮って大丈夫？はい、顔出し大丈夫？私は大丈夫。あ、いいですか、いいですか。あ、これが団長ですね。団長ってことで。あ、わかりました。すみません。ご苦労様です。ご苦労様です。毎年やっぱりやるの？まあやりたいなとは。あ、やってくださいね。あ、それじゃあ。やってくださいね。ぜひ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 。
え、これいいですか、 YouTube 撮っていいですか。あ、全然いいです、ね、あ、いいですか、はい、YouTuber なんですか。ちょっとだけ、バーってことじゃないです。僕の乗ってきたバイクでいいんでしょう。あ、全然、はい、坂田市、坂田から来ました。ありがとうございます。坂田ですよね。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら側でもご利用です。経験してると思うんですけど、俺は乗ってないです。それらしいじゃん、なんか昔さ。え、これオーナーさんですか。あ、違います。あ、違いますか。神戸ナンバーだもん。すごいですよね。神戸から来たのかな。すごい。だって1日2日じゃ来れないでしょうね。すごい、こんな山形まで。実は中子抜いてやったりしてね。これ YouTube とか出していいですか。大丈夫ですか。顔出しとか大丈夫ですか。お待たせですか。いいですか。でもオーナーじゃないですか。あ、いいよかった、いいですか。あ、ありがとうございます。え、オーナーさんですか。あ、そうです。あ、すごいですね。あ、白石から来たんですね。すごいですね。これ YouTube とか上げてもいいですか。あ、どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、これ音も鳴るんですか。これ鳴りますよ。あ、本当ですか。多分、あ、今引っ掛けながらです。まあまあ、でもバッテリー溜まっていくから大丈夫。ああ、ソーラーで、ソーラーで溜めて。すごいですね。すごい、やばい。この考えなんで、これ乗り一生懸命、これ新しい、この人らなんだかっていうのは新しい学校、新しい学校、分かんない。新しい、知らないの。なんで流行ってたの。1人目3人目も。え、何これ。500円って書いてあるよ。500円って書いてある。オーナーさんいないのかな。すっげえ。もうすごい。昔はそうみたいな。カバンとかね、あとランドセルとかもね、つけてる人いるよ。そう。赤いままではダメで、なんかっこいいシャツ着てますね。おお、ジロさん。どうもジロさん、どうも、どうもの。やっぱりやっぱりこれでしょ。やっぱりこれでしょ。俺のもそうだ。これこれ。ねえ。はい。あ、ジロさんだ。どうも、はじめまして。はじめまして。はじめまして。え、ジロさん何時で来たの。ここ今来た。今来た。あ、そう。だって3時間ぐらいかかるでしょ。かかったね。だって100キロぐらいあんだもん。だって、ね、あれだって山道だしね。ちょっとね、そこがすごかった。あー、そう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 。え、もうバイク持ってくる。持ってきますよ。あー、並べてんのジロさん。いや、後ろの方に行く。あ、そう。何来たの。
バイクで来たよ、普通に KTM で。あとね、ルール元、なんだっけ、竹本ブログの梅ちゃんとか。あ、梅ちゃんもあるの。いる。あとね、猫背ライダーさんとかいて。ありがとうございます。ちょっとね、私も持ってるんで。そう、ジローさんも、もう1000人行くから、もうすぐ1000人超えですよ。これ川崎重工が。で、奥さんですよ、奥さんのバッツさんで。映っても大丈夫なんですか。ダメバッツさんは出ないんだって。メバイクもだろ。痩せてから映る。全然大丈夫。道の駅ずっと行って、道の駅チャレンジね。なるほど。そう、ジローさんすごいバイク10台ぐらい、10台以上かな。ジローさん10台何だろうもう俺のゴミばっかだから。いいえ、すごい株だって。これ1台以下だからこれ。いや本当。どんどん値段上がるからこれから。すごい。私のじゃあ見に。え、それで行きましょう、ジローさんちょっと。だって僕らの普通の一般車の後にまた作ってんだこれ。これパリダカーブできたら、はい、やっぱりこれはやっぱりすごい、これはやっぱりすごいですよ。すごいですね。こんなカーブもないでしょ、だって。言われないと分からない。なんでこうなったかもちょっとわかんないな。なんでこうなったか。気がついたら。作ってるうちにハマんないなと思ってさ。ああそう。来ちゃうわ。気がついたらこの仕様に。いや、ここ多分作ったね。作った。うん、こっちはちょっと。こっちはなんかの。ジョーカーがなんかの。そう。うん。そうだね。だと思いますね。ジョーカーって作った。そうそう、あのホンダの作った。ああそうなの、わかんないけど多分なんか似てるな。ああすごいな。あ、ジローさん撮影だって。撮影に加わったことないんだけど。そうですか。ちょっと見た目ちょっと変だけど、カズさんとこその辺今芯が通ってるっていうか、やっぱり面白い人です、ね、あの方はやっぱりアーティストですね、やっぱりね。ちょっと今度来てくださいよ。ああ、車でもいいから。ああですね、もし時間あったら今で。あ、百太郎さん。あ、シルバーセブン。まずこれ百太郎さんだ。あ、シルバーセブン。はい。あ、ありがとうございます。はい。やった。ヘボキャンプさんって知ってます？わかんない。九州のこの。あ、このじゃあちょっと見てみますよ。あ、見てみますよ。やった。ジローさんです。おー、ジローさん。はい、あー、タケちゃん。タケちゃんも、これ、見ました。すみません、ありがとうございます。せいか。まだまだ死んだものですけども。これからも。ありがとうございます。あー、すごい。梅ちゃん。梅ちゃん顔ダメなんだっけ。顔ダメ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。もう。あとこれね、それいけタッチャンでるさ。タッチャンさ、はい。タッチャンの場合ね、後ろにね、ちゃんとこう目立とく書いてるんですよ、このリアルコード。ああ、本当だ。ああ、でもあげますか。タッチャンさんもらいましたよ。どうぞ。タッチャンさんもらいました。え、これは僕の近所坂田市から来た。ちょっと YouTube やってないんですけど。YouTube じゃないです。うんうんうん。今日は周りの仲間で。そうね。タケちゃんから集めてもらってみんな。いただきます。どうぞ。ありがとうございます。ああ、やった。俺じゃないんだけどね。何しろ俺のないので。俺もないです。ねえ、ジローさん作った方がいいですよ、絶対ジローさんは。うん、確かに。で、ミーティングで配ったらもうね、簡単にも多分2000人ぐらい簡単に行くよ。あれがいいのよ。でもあれが標準語ですよ。そう。いや、あれがいいんだよ。あれがいいの。何言ってるか分かんないけど、結構ね、佐藤さんね、標準語に近い、オズマケだろ、ちょっとね、オズマケって本当だめ、もしかして山形生まれじゃないなと思って。大丈夫です、大丈夫です。バッチリ書けますんで。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。チャンネルの紹介いいですか。あ、ふみふ竹本ブログの竹ちゃんと梅ちゃんで、はい、どうも。ありがとうございます。いや、素晴らしい T シャツ買わなきゃだめ、こういうの。そう、お揃いの T シャツ。
これね、何の T シャツ、ポロのガンズガレージさんのね、これね、何の T シャツ、カブをね、カスタムしてる茅ヶ崎にお店があって、写真撮ってほしいな。あ、そう、のっけた方がいいよ、YouTube に。あ、今度ね、紹介するよ、うん、え、ジローさんのチャンネル、ちょっとこの間出た。あ、なんかね、わかる、2回ぐらい出たんじゃない、カブ自体は何回も出てる、本人出たのが知らない世界だろ。ああ、そうだっけ、初めて見ました。ああ、どうも、どうも。 YouTube ってやつをやってるんですか。 YouTube ってやつ、あはははは、ありがとうございます。Okay.